さて、それでは2024年度合格目標の中級アドバンスコースですね、始めていきたいと思います。担当講師の坂本です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、いよいよね、この中級アドバンスコースが本日から開講ということですけどもね、このコースはですね、受験経験者向けのコースということですね。また気持ちを切り替えてですね、受かる覚悟を決めて、ぜひね、来年度の2024年度の合格をですね、確実なものにすべく一緒に最後までね、頑張っていっていただければというふうに思います。で、今回はですね、初回の、イントロダクションの授業ということで、タイトルとしましてはこちらですね、学習経験者のための合格戦略講義ということですね。まずは配布物の確認ですね。何を使ってきますかっていうところなんだけども、一応教材としてはね、パワポ図解集お配りさせていただいてるんですが、そこはですね、基本読み物として皆様に読んでいただきたいなっていう形で、私が、文章を作ってパワポ入れて、作ったものになりますので、ところどころ使うところはあるんだけども、基本的にはですね、レジュメの方でこの授業は進めていきたいと思いますね。ちょっと初回の授業ということで、通常授業よりも少しレジュメの添付が多くなっているんですけども、まずはパワポレジュメですね。でその上で2点目のレジュメが、本講座の総合日程表、これは中級コースのですね、特集ページ、ホームページの方で掲載しているものと同じになりますので、すでにお持ちであれば、そちらの方をご覧いただいても結構です、ね。で3点目の添付のレジュメが、2023年度、令和5年度の、回答一覧表ですね。一応、紙ベースでも確認しておくとこちらになります。まずは、パワポのレジュメですね。であとは総合日程表がこちらになります。で3点目が、こちらの、昨年度の2023年度試験の回答一覧ですね。ほとんどの方がですね、分析会を聞いていただいて、その際にですね、お配りさせていただいた回答一覧あるんですけども、さらにですね、一問一問の正答率をちょっと見やすくまとめたりとかね、あるいは正答率が低かったから C ランクつけたんだけども、実は受験対策的にはちょっと取ってほしい問題ですよとかね、そういうのをちょっと私の主観、この講師ランクっていうのは私の主観なんだけども、ちょっと分析していく過程でね、作り上げていったものをちょっと共有させていただきたいということで、今回ね、添付させていただいておりますね。よろしいでしょうか。ちょっとお手数をおかけしますがね、準備の方をお願いします。であとはですね、これは時間があればっていう形になりますけども、皆さんが、お持ちの各自でお持ちのですね、令和5年度の、要は2023年度本試験の問題冊子ですね、少し時間があればね、触れていきたいなというふうに思いますので、ちょっと著作権の関係でですね、画面上で映すことができないので、ちょっとお持ちであればね、準備の方をお願いします、ね、よろしいでしょうか。以上のところが、この講義で使っていく使用教材についてですね。で具体的にどういうことをこの授業ではやっていくんですかっていうと、大きく伝えていく内容は3つあります。まず1つ目がこの講座の活用法ですね。特に総合日程表のところを使いながら、皆さんがこれからね、来年度の本試験に向けて歩んでいく、年間の学習スケジュール、ここについてね、確認させていただきたいと思います。で2点目が令和5年度の2023年度の本試験の振り返り、ここは手短にポイントを絞ってお伝えしていこうかなというふうに思っています。で3点目が、学習法についてということですね。もちろん民法なら民法、行政法なら行政法、憲法なら憲法ということで、それぞれの科目の、特性上ですね、この科目はこういうふうにちょっと学習進めた方が、より効果的ですよと、そういう科目の特性、についてはですね、各科目の中で紹介させていただくので、今回伝えていく学習法については、基本的にこの講座を受けていく中で共通の勉強方法ですね、講義の復習方法とか、あるいは繰り返しのタイミングだとか、繰り返す内容だとか、過去問演習の方法だとかね、そういう話をですね、今回最後のところでしていきたいと思います、ね、よろしいでしょうか。さて、そうしましたらね、まずはチャプター1のこの講座の活用法についてですね、触れていきたいと思います。では早速ではありますけども、
レジュメの方で添付してあるこちらの総合日程表ですね、こちらをちょっと準備の方お願いします。よろしいですかね。でよくですね、受験生の方々から本当に、よく受ける質問ということで、学習スケジュールについてよくご相談を受けることが多いんですけども、この中級アドバンスコースにつきましては、学習スケジュールがこの総合日程表、これがイコール年間の学習スケジュールなんだと、これに沿って、この配信ですね、各講義の配信に沿って学習を進めていくのが一番効果的で、力が伸びやすい、そういう理想的な、カリキュラム構成を取らせていただいておりますので、学習スケジュールについてはこの総合日程表ですね、これがもう通年の学習スケジュールだというふうにね、ぜひ考えておいていただければというふうに思いますね。で、ちょっと加工したものを写しながら、話を進めていきたいと思います。まずはですね、今回の授業のところですね、合格戦略講義というところ、今回今ここを話ししてるんですけども、ここは方法論とか、そういった情報提供とか、ここがメインになりますので、知識的に重要だというところは特段ありません、中身としてはね、勉強の方法論ってすごい重要なので、ぜひ聞いていただきたいんですけども、時間がない方であれば 1.5 倍速とかで聞いていただいても結構です、特段復習はいりません。であとですね、同じく、特段復習いらないですよっていうのが民法と行政法ですね、この最重要科目の2科目でちょっと入れてある学習経験者のための入門編、それと記述式対策の1ということで方法論編、2つ入れてます。これは民法にも入れてるし、行政法にも入れてるんですけども、ここはね、多少知識、紹介することはあるんですけども、実際問題とかね、見ていくことあるので、知識に触れることは当然あるんですが、知識についてはこの基礎要請編ですね、ここで体系的にきちっと試験対策上必要な知識は提供させていただきますので、なのでこの入門編とか方法論編ですね、ここも基本的には復習は不要です。復習はしなくていいということですね。よろしいでしょうか。ところどころもう知識忘れちゃってるよみたいなところがあったとしても、わざわざ前年の教材とか、引っ張り出してきてですね、自分で勉強してほしいとは私自身一切思ってないので、復習が不要なところについてはね、ちょっと今話した通りで、軽く聞き流していただければというふうに思います。でその上で、この講座ですけども、通年の講座という形になりますので、非常に多くのですね、講義をちょっと提供させていただいてるんですね、一覧で見ると結構ボリューミーだなというふうに思われる方もいると思うんですけども、この講義の中核となるメイン講義はここに書いてありますが、基礎要請編、これ全科目入れてますけども、基礎要請編のところ、これが知識的に各科目、試験対策上必要な知識を余すことなく全てをこの基礎要請編でお伝えさせていただきますので、なので、この中級コースにはいろんな講義が含まれてます。演習も含まれてるんだけども、皆さんが特に重要視して学習を頑張っていくのはこの基礎要請編のところ、ここになるんだというふうにね、まず考えておいていただきたいというふうに思いますね。科目の順序につきましてはここに掲載されている通りで、まずは民法からスタートで、その後行政法で、その後憲法という形で進んでいきます。でちなみに憲法につきましては、ここね、同時期に商法、ここの配信もしちゃいます。ちょっと拡大して写しておくと、ここですね、商法の配信が4月8日からで、憲法の配信が4月19日からと、同時期にここ配信スタートになります。ちなみにね、商法につきましては、ここはね、ここの科目だけちょっと私ではなくて平林先生にお任せしてありますよね。商法と基礎法学のところは平林先生がね、担当していただきますけども、ここはですね、なんでこれ時期が被るんですかっていうと、このコース自体が学習経験者向けということで、人によってはですね、前年度、憲法はしっかり学習して本番でも得点が伸びたんだけども、ちょっと
商法がかなりおろそかで本番得点伸びなかったんだよねと、まあ、こういう方もまあいらっしゃるかなということで、ここはそれぞれの状況に応じて商法憲法はこれ入れ替えて講義の配信をね、まあ同時期にやっていくから順番を入れ替えていくことが可能なようにあえて被らしてますね。だ入れ替えたければ入れ替えても結構ということですね。ただ私のおすすめとしては憲法の方がいいかと思います、ね。なんでかっていうと、商法の、まあ、直近5年間の本試験での正答率っていうのがこちらなんですね。で正直言っちゃうとね、2023年度本試験の商法会社法はこれは優しいんですよ、内容的には。あ、このレベルだったら実際対策をきちっと取ってその後ちゃんと学習を継続さえしている人であればきちっと実力で3問は確実に取れますねっていう、そういう優しい年だったんですね。ただ一方でじゃあその学習の継続っていうのがね、お忙しい中学習している皆さんが可能だったかっていうとなかなか厳しいと思うんです。やっぱりマイナー科目配点もそこまで高いわけではないよ。で一方で業民の、まあ、ブラッシュアップ知識の精度を高めること、これが本当に最重要課題で、まあ、そこに没頭してるあまり、まあ、商法までなかなか手が回らないと、こういう方非常に多いんですね。でそれがもう顕著にですね正答率に出ちゃってるんですよ。2023は優しい年でした。ただ数字で見ると全然優しくないなという感じがするでしょ。まあ、そういったところで、まあ、ちょっとね、まあこの商法会社法についてはぜひやっていただきたいんです。やっていただきたいし、まあ、私自身実務やっていく中で会社設立を私はやってないです、ね。まあ、司法書士さんに普段投げちゃうんだけども、設立をやらない人でも許認可業務の中で会社法ってたまに使うんですよ。たまに使うんです。なので、まあ、合格後で開業する方はですね、ぜひきちっと学んでいただきたいなっていうところにはなるんですが、まあ、当面のまず直近の目標である合格というものを考えた時にはちょっと費用対効果があまりよろしくない科目になりますので、まあ、順番は入れ替え可能なんだけど一応まあ坂本のおすすめは憲法やってその後に商法基礎法学やっていただければというふうに考えてますね。まあ、商法やるなというところではないんですよ。あとはね、これもちなみにっていう情報なんだけども、商法 の難易度ですね、ここ の優しい年難しい年っていうのは浮き沈みが非常に激しいです。でその浮き沈みっていうのも傾向があるようなところではないんですね。まあ、唯一の傾向としては優しい年が続いたことがないっていうのが唯一の傾向なんですね。なのでおそらく、まあ、次の試験2024年度の試験については、まあ、少し、まあ、難易度を上げてくるんではないかなという予想ではありますよね。よろしいでしょうか。まあ、商法会社法についてはこのぐらいということにしておきましょうね。で続いて、まあ、一番下の基礎要請編のところが、ここがね、基礎知識ですね。言葉に馴染みが、ない方もいらっしゃるとは思うんだけども、従来の一般知識等になります。一般知識等ですね。ここですね、2024年度から分野の名称が変わったり、科目の中身が少し変わったりということで、試験制度が少し変わるところなんですね。一応変わるポイントをちょっとお伝えしておくと、まあ、2023年度までの試験においては分野の名称は一般知識等でしたよね。で科目の内容はっていうと文章理解情報法で整形者と3分野でしたね。でまず科目の名称というところで、あ、ちなみに今右側に移した文章理解と情報法、ここは変更ないです。変更ないです。でその上で科目の名称分野の名称が一般知識等から今後基礎知識に変更となりますね。まあ、これまでの一般知識等が基礎知識に名称変更したということですね。で中身として変わるのが丸三番の整形者のところです。ここがまず従来の整形者っていうのを一般知識という呼び名に変更してきます。だ中身は整形者です。ここはで
さらに、もともと請求者の中で出すことが可能だった処方例ですね、ここは平成18年の、この行政書士試験の試験制度改革の際にですね、ここを処方例、従来は出してたんですよ。平成17年までは処方例は科目でした。でそれが請求者という形で変わったんですね、平成18年のところで。随分昔の話なんだけどもね。で請求者になっても出すことは可能ですよっていう形にしてたんだけども、平成18年から直近の令和5年度のところまでで一度も出してこなかったので、出すことは一応可能なんだけども事実上一度も出してこなかったので、この処方例については、特に行政書士法とかなんですけども、この辺はきちっとねやっぱり合格後を見据えた、そういう試験であるべきだっていうところで出した方がいいだろうと。ただこれまで出すことは可能だったんだけども出してこなかったので今回試験制度一応変更という形でね、事実上はだから変更ではないんだけども、一応受験生の皆さんがきちっと対策取ってくれるようにということで新たにですねこの請求者のところから処方例という分野がね今後出題科目に登場してきたということですね。この処方例っていうのが、代表格が行政書士法、ここは受かった後開業する人はきちっとやっぱりやっていかないとここまずいところになりますね。実際ですねこれ最近の話なんですけども、私の会ったことがある程度なんですけども、何回かですね実務の飲み会の中で、ちょっとお見かけしたことがある、直接はそんなね進行がないやり取りがない人だったんだけども、実際つい2週間ぐらい前ですよ、懲戒受けたということで仲間内でですね代々さんちょっと懲戒受けたらしいよということで情報が回ってきて私の耳には入ったんですけども、結局ねこの行政書士法として、学んでない、行政書士としてやっていいこととやっていけないことですよね。こういうところをきちっと学んでないから、せっかく苦労して受かったのに、そんなつまんないことになってしまうわけですね。そういうことは、皆さんはですね私のもとで学んでいただく皆さんは絶対合格後ですね開業後、懲戒を受けるなんてことないようにしてほしいというふうに思いますので、ぜひですね行政書士法はしっかりと学んでいただければと、実際試験出ますしねここはね。であとはその他っていうところで戸籍法とか労働法とか、住民基本台帳法とか税法とかね、そんなに行政書士法以外の処方例については細かくは聞かれないと思います。正直細かくは聞かれないと思いますよね。ここはですねもともと平成17年までは出題科目だったんですね。でその当時からですね伊藤塾の方で、一番キャリアが長い清水講師ですね、私の師匠になりますけども、清水講師はもともと平成17年までこの辺りきちっと教えてたんですよ。でおそらくそのレベルですね、当時のレベル、それを踏襲する形で、今後出してくるだろうと、こういうふうに、講師会議をしてですね結論づきましたので、今回ですねこの日程表の方にちょっと戻りますけども、基礎知識については、ここもねちょっともう全講座共通という形で科目ごとで講師担当制、ここをちょっと採用させていただいておりますね。で処方例については皆さん初めて学ぶという方が多いと思いますので、処方例についてはちょっと時間長めでじっくりとという形でここを清水講師に担当していただきますね。で私が担当していくのが、情報法ですね。情報法で一般知識、いわゆる請求者の分野、それと文章理解、この2科目を平林先生に、担当していただきますね。ちなみにね処方例と一般知識と情報法、それと文章理解ですね、ここを対策という意味でどこが優先順位高いですかっていうと、優先順位が一番高いのは当然情報法です。一番大事なのが情報法、次に処方例、実際ねそれぞれの問題が何問ずつ出題されるかっていうのはこれは実際に蓋開けてみるまで分かんないというところになりますけども、この情報法と処方例はやった人はきちっと得点伸びる、そういう内容になっておりますので、対策の優先順位は1番2番という感じで、3番が請求者ですね。で4番が文章理解、
で文章理解については実際ね対策としては過去問で直近5年分の問題を、まあ、夏頃からですね各自で1回見ておくやっておくこのぐらいの対策で、まあ、十分かと思いますよね。一応ですね科目になっておりますので、まあ、文章理解の講義をですね平林先生にお願いしているんですけども、まあ、これ当人もですね実際そんなに受講生に絶対聞かせたいというつもりで取ってないというところがあります。まあ、本腰入れてきちっと内容を、ねまあ、吟味して、まあ、講義させていただいているんですけども実際の本試験の難易度というのがすごく優しいんですね。なのでよほどですね文章理解に苦手意識があるよとかね過去問自分でやってもなかなか正答率上がんないんだよねってそういう方はぜひ聞いていただきたいんですけども、まあ、過去問がある程度、まあ、解けますよ正解導き出せますよっていう方はわざわざ講義はね聞かなくても大丈夫だろうというふうに思いますので、ねまあ、実際今映してた正答率見ていただいて2023がすごくないですか。3問ともが 90% 超えですよ正答率っていう感じなんですよ。で多少下がったとしても70%とか、まあ、2割70%みたいな感じで、まあ、この程度の難易度になってきますので、まあ、文章理解は過去問を各自で1回でいいです1回でいいです繰り返しといても結局あんまり意味ないので1回夏頃に、まあ、直近5年分の、まあ、著作権の関係で掲載がないものは除いて構いませんので、まあ、夏頃から、まあ、各自で過去問を1回だけやるとその対策で、まあ、基本十分ですから、ね、よろしいでしょうか。以上です。はい。で、まあ、こんな感じでですね、まあ、この中級アドバンスコースですね、まあ、繰り返しになりますけども、まあ、この画面でいうところの水色で囲っている基礎養成編のところをね、ここが各科目のメイン講義知識として、まあ、全部必要な情報はここで提供していくんだということですね。まあ、ここをいかに習得しきれるかっていうのが本当に合否に直結する超重要講義という形になりますね。で、その上でちょっと学習スケジュール的な話をしておくと、まず民法、行政法でそれと憲法ですね、まあ、入れ替える方は商法と入れ替えてって形になりますけども、まあ、まず憲法でちょっと話しちゃいますね。この民行憲ここを終わらせるのがいつ頃目標になりますかっていうと、まあ、これ憲法の配信だと最後の講義が5月10日なんですね。だからゴールデンウィーク明けになりますよね。このゴールデンウィーク明けのところには憲民行の大方の知識をきちっと習得しておくということですね。もちろん過去問レベルもそうです。過去問レベルであれば、まあ、理想的にはやっぱり7割とか8割ぐらいですね。 100% 完璧に、まあ、そこまで仕上げる必要はないんだけども、まあ、過去問とか基礎知識であれば7割8割きちっと習得できるぞと、まあ、こういうふうな目標で学習進めていくとその後の勉強が非常に順調に進みやすいので、ね、なので憲民行をゴールデンウィーク明けのところまででちっと習得していくと、まずこれを第一段階の目標というふうに考えてください、ね、よろしいでしょうか。でその上で憲民行が終わった後ですね、まあ、配点のちょっと差があるマイナー科目の基礎法学とか商法とかあるいはまあ基礎知識のところですけども、まあ、ここは少し緩やかに学習をして、まあ、これらが終わるのが7月上旬と、まあ、こういう目標になります。でちなみに、まあ、ここちょっとメモ書きしといたんだけども商法を学習する際には民法と並行とこれ覚えてください。商法だけを3週間とかねまとめて勉強しまくるとかあんまり効率が良くないですね。なので商法の講義を聞いてその復習をしている、まあ、3週間4週間ぐらいについては商法だけではなくて関係してくる法令である民法ですね、ここの、まあ、確認というものを並行でやりながら学習を進めてください。で一方基礎知識の方ですね、基礎知識の方につきましてはこれメインは行政法です。これ憲法でも構いません。まあ、特にどこで関係してきますかっていうと、まあ、諸法令も関係してきますし、あとは情報法ですね、まあ、これだって、まあ、基本的には公法の部類になりますので、なので
まあ、聖経者もそうです。聖経者もそうなんだけども、まあ、この処方例、一般知識、いわゆる聖経者で、あとは情報法ですね。これだって広報と関係が強いので、なので、まあ、配点的にはやっぱり行政法の方がね、憲法よりも配点でかい形になりますので、まあ、同じ広報に属する行政法、これを並行で学習していくということですね。まあ、こういう形で考えておいていただければというふうに思いますね。よろしいでしょうか。で、こういった形で基礎養成編のところでガーッとインプット講義をね、まあ7月上旬ぐらいまでずっと進めていくわけですけども、まあ、その後ですね、その後ちょっと一旦ここ復習アシストを置いといて、演習系ですね、演習系、まあ、右側のこのオレンジのゾーンですけども、ここを8月頃から11月ぐらいまでかけて、まあ、きちっとですね取り組んでいくと、まあ、こういう流れでこの講座は進んでいきますね。まあ、演習をやりながら、演習をやりながら、この基礎養成編の方の復習ですね、思い出しというものを並行しながら11月の本試験まで進めていくと、まあ、こんなイメージですね。で、あとはですね、この復習アシスト講義ですね、まあ、知ってる方は知ってるかと思いますけども、これ何なんですかっていうと、習熟度、ね、この基礎養成編で学んだ習熟度、そこをチェックするっていう講義で、さらに奇襲科目ですね、奇襲科目、要は例えば民法終わって行政法に入りましたよ、で、この行政法をやっている一月二月の期間、全く学習を終えた民法を触れないってなると、もう知識の忘却が凄まじいことになっちゃうでしょ。これはもう今年の試験、2023年度の試験で多くの皆さんが、まあ、体験した課題だと思うんですね。なので行政法をやりながら民法の、まあ、本当に重要な知識ですね、そこはキープしていきたいという形になりますので、その知識キープのために使えるというところになります。基本この中級アドバンスコースのほとんどの講義につきましては、繰り返し何度も同じ講義を聞いてほしいとは一切思ってませんし、さらに言うと私自身そこは本当にお勧めしないです。なんでかというと、一テーマについてやっぱり分かるっていう理解が必要なので、それなりに説明を加えながら講義すれば、ワンテーマでかかる所要時間が結構伸びちゃうんですよ、基本的にはどの講義も。なのでこの中級アドバンスコースに含まれている各講義ですね、何遍も同じ講義を聞き直すっていう学習は基本お勧めはしてないです。自分で見た方が早いからですね。ただ一方、この復習アシスト講義はですね、非常にコンパクトにスピーディーに講義を展開していきますので、なのでこの復習アシスト講義だけは繰り返し何度も聞いてください。それはおすすめです。復習アシスト講義だけ何度も聞くということですね。聞き返す、聞くタイミングはどのタイミングがいいですかっていうと、まあ、これ中身見ていただくと、主要科目の県民業でここ復習アシストを、ね、入れさせていただいてるんですけども、まあ、民法なら相続で2回、物件で2回、債権で3回、家族法で1回と、まあ、こういう配分なんですね。なのでまずはこの基礎養成編で相続が終わったらこの1番2番を聞くって、こういうイメージ、物件が終わったら物件の1番2番を聞くと、こんなイメージですね。まあ、こんな感じで基礎養成編のところで該当する科目が終わったら、まず習熟度チェックのために一旦聞くということですね。でその後は行政法に入ったら、まあ、隙間時間とかで民法のこの復習アシストを聞き直すと、こんなイメージ。これは先に進んでても同じ、憲法に入ったら行政法の復習アシストを聞き直すと、こんな感じですね。よろしいでしょうか。まあ、この復習アシスト講義はね、最初に言っとくと結構レベル高いです。レベル高いです。最初にこの講義の復習を終わって、例えば民法の相続終わって相続の復習アシスト講義を聞いた時に、パッとこれクエスチョン形式でね、例えばじゃあ錯誤の効果はとか、錯誤の要件はで、効果は取り消しですねとか、要件はこれこれですねっていうことで、パンパンってまあ問題を出しながら、その後数秒置いて回答を私が言っていくと
ということで、非常にですね、知識レベルというところでは非常に高い水準で、講義をしちゃいます。なので最初に、この総則の講義聞き終わった時に聞いた時にどの程度分かっていればいいかというと、大体半分ぐらいかなと、こんなイメージです。最初からパーフェクトにこれ回答が出せるほどしっかりと内容を完璧にしながら学習を進めていくってなかなか大変ですからね。だから最初の頃はレベルが高いので復習アシストは5割ぐらいの目標で知識定着の確認が取れればいいですよっていうイメージで、その後何度か活用していく中でね、だんだんと問われていることを的確に答えられる、こういうふうにね、目標設定しておいていただければというふうに思います、ね、よろしいでしょうか。で、あとはですね、最後のところで、この中級コースにつきましてはスクーリングや質問会ですね、日程表の下のところに入れていますけども、スクーリングが全部で5回で、前半はねちょっと藤田先生のブラッシュアップコースとか、ちょっと学習経験者向けの他の講座とちょっと合同でやる予定なので、前半はねちょっと講義の担当がもしかしたら藤田先生とか猪瀬先生とか、そういう先生にお願いする可能性もありますよね。で、最後の記述対策のスクーリングにつきましては、ここはきちっと私の方で担当していきます。最後の2回ですね。で、あとは質問会もこれは私が担当していくというところになりますよね。スクーリングと質問会合わせると、まとめるとこんな感じ、ところどころない月も実施がない月もあるんですけども、質問会とスクーリングで全8回ありますので、だいたい月1ペースで、こういった、フォロー制度ですよね、特にスクーリングなんていうのは、基礎養成編で学んだところがきちっと効果的に知識定着を図りながら学習を進めていけるかどうか、そこのチェックを図りますよみたいな感じ で新たな知識を別に教えていくわけじゃないんだけども、知識のチェックっていうところで、活用いただけますし、あとは他の受験生ですよね、他の講座の受験生とか、この同じ講座の他の受験生、そういった人たちと触れ合うと関係を持つっていうところで、モチベーションのアップも図りやすいと思いますので、ね、必ず活用してくださいっていうものではないんですけども、もしですね、日程が合うようであればね、ここはぜひご参加いただければというふうに思いますね。よろしいでしょうか。以上です。で、今ね、総合日程表の方で、学習スケジュールについてね、紹介させていただきたいんですけども、学習スケジュールのちょっと年間のね、学習のポイントをちょっとまとめておくと、これスライドになりますけども、基本的にですね、受かるためには3段階の学習というもの、これが必要なんですね。特にこの行政書試験のようなちょっと難しい難関資格においては3段階の流れというものが要求されます。まず1段階目が理解です。だからこれ講義でいうと基礎養成編のところになりますね。県民行のところでいうと5月頃ま で、その他マイナー科目まで含めると6月末とか7月上旬と、こんな流れで、この基礎養成編の学習をしていく過程でどんどん知識って抜けてきますよね。抜けてきますよね。で、この抜けた知識を再度思い出すっていうのがこれ夏の頃の学習ということで、早期の時期に入ってきます。よく夏の時期になると回転率とにかく上げて、要はそれまでの学習っていうのは一科目一科目何ヶ月かけてじっくりとね、理解を深める学習してきたんだけども、それをもう一回やったら絶対本試験もうそれで到来しちゃいますので、なのでその知識早期のために回転率上げて知識定着を図ってくださいねっていうのが、この行政書試験における夏の学習の本当に中心になってくるところなんですね。で、この早期っていうのがまさしくその回転率上げて忘れた知識を一気に思い出していくと、こういう時期になります。これが夏の時期ね。で、中にはこの基礎養成編の講義の中で、これはね難易度が高いテーマとか当然ありますので、例えば社外行為取り消しとかね、ちょっと奥が深いですよ、内容が重たいですよっていうところ、そういうところは多少弱点残っちゃって構いません。そういうところの部分的な知識の穴埋めですね、これも同時期に測っていくということですね。
で、この早期っていうのが夏の時期の学習の、まあ、中心になるんだけども、この早期の過程で記憶しきれなかったものを最後直前期に覚え込んでいくと、こういう流れ、まあ、つまり合格までの流れとして、ね、まずは理解の時期、理解を目的にした時期がまず第一段階目で、第二段階目が理解はしたんだけど忘れてしまった知識を一気に思い起こす、ね、想起していく、これが第二段階目で、早期の段階で覚えきれなかったもの、ここを最後記憶していくというのが直前期の3段階目ということなんですね。で、ポイントになってくるのがこの夏の時期の早期なんですよ。この6月末ぐらい、まあ、あるいは7月8月いわゆる夏の時期のところで、ね、学習した教材のテキストです、これ問題演習でも構いません、ね、この早期の時期に各テーマあるいは各科目何をどこまでやったらいいかわからないと、この状態になると非常に合格の見込みがぐっと下がります。残念ですけども、でおそらくこれね結構多いんですよ。一部の人だけこうなっちゃうって話ではなくて、大部分の非常に多い層がこういう現象に陥るんですよ。おそらくこの授業を聞いてくださっている多分8割ぐらいの方はですね、多分体験したんだと思います。今年の2023年の令和5年の試験対策の中で一通りの勉強を終えました、最後のそれを思い起こします、夏の時期です、講師のおかげ回転率上げてくださいって言われても、え、このテーマってどこを押さえればいいんだっけっていうのが不明瞭だとなかなか合格が難しいんですよ。なのでこういうことです。この早期の時期においてここです、押さえるべきポイント、ね、各科目各テーマにおいて、ね、押さえるべきポイントがいかに短時間で分かるか確認できるか、忘れちゃっててもいいんです。パッとテキスト見た時に、あ、このテーマって結局こう出るからここを押さえておけばいいんだよねっていうのがパッと分かるかどうかなんですね。あのよくですね、あの受験生の方々から記憶、まあ、特に記憶力についてですねご相談本当によく受けます。毎年本当に大勢の方からですねあのご相談受けるんですけども、正直言っちゃうといろんな受験生見てきて、あるいは多くの合格者を毎年毎年見てきて、記憶力にそんな差があるんですかっていうと正直感じたことないんですよ。受かる人は知識、記憶力がとんでもなくいいのかっていうと全然そんなことない。もっと分かりやすく言っちゃえば、今こうやって偉そうに皆さんに向かってねあの講義させていただいているこの講師の私ですら、知識は忘れることは当たり前にあります。当たり前にあります、ね、私はこの教壇に立つようになってもう10年以上ですよ、ね、1年講座も毎年担当してるし、半年コースも担当してるし、まあ、大体少なくとも2コースは持ってるんですね毎年ね。だ民法とかだってその2コースでガツンと教えてるんですよ。年によっては3コース持ってる年もありました。でさらにゼミとかも複数クラス、まあ、大体2クラスぐらい毎年持ってるんですね。でそういう生活を10年以上続けてる私ですら講義前にちゃんと予習します。講義のための内容見りゃ分かりますよ。見りゃ分かるんだけども、常に頭の中にこびりついてね、もう知識を常に記憶している状態なのかっていうと、そんな人間ではないんですよ。むしろそんな人間いないんですね。受かる人とそうでない人の差っていうのは記憶力の良し悪しではないです。はっきり言っちゃって、そこに差は感じたことはない。じゃあどこに差があるかっていうと、思い出すまでにかかる所要時間なんですよ。どういうことかっていうと、これねスライドなんだけども、忘れるっていう体験ね、皆さんも今年の試験でもう多くの知識、多くのテーマにおいて、なんだっけこれなんだっけ、本試験の現場でも体験したと思います。この忘れるという現象は受かる人もそうでない人も等しく体験します。体験します。でテキスト見て、いかに短時間でその忘れてしまっているテーマの出題のされ方、その上での抑えるべき知識、これがいかに
短時間で確認できるか思い出せるか、ここの差なんですね。だ先ほどこの、私自身やっていく、例えばねメイン講義である基礎養成編の講義、これを何遍も繰り返し聞く、ね、これはお勧めしないよって話しましたよね。復習アシストならいいんですよ、繰り返し聞いていただいて。一方メイン講義であるこの基礎養成編を何遍も聞くってなると、各テーマで確認までにかかる所要時間が膨大に膨れ上がっちゃうんですよ。はっきり言って受かる人とそうでない人の差っていうのはここにかなり出てきます。ポイントを思い出せるまでにかかる所要時間ですね。でここを対策していくっていうのが先ほどのこっちなんですよ、ね。これリンクしていくんだけども、要は早期の時期において抑えるべきポイントがいかに短時間で分かるか、ね、分かるためにはどうしなきゃいけないのかっていうと、この第一段階目の理解の時期、講義でいうと基礎養成編になります。特に主要3科目の憲民行ですね、講義の並びでいうと民法行政法憲法になりますけども、この主要3科目のところは特にですね、忘れることを前提に、これ大事ですよ。講義を聞いてテキスト読んで問題見た直後であれば誰だって分かるんです。誰だって分かるんですよ。で多くの受験生がお忙しい中学習してるんで、分かってはい次って言っちゃってるんですよ。で忘れることを想定してテキストの加工とかをしてる人が非常に少ない。やっぱりごくごく限られてる人しかそういうことをやっぱりやっててないっていうのは実際に毎年感じるんですね。なので忘れることを前提に基礎養成編で学んだ知識をですね、各テーマごとね、ポイントを明確化しておく。ポイントっていうのはそのテーマの出題のされ方、これが出発点なんですね、出発点ですからね。このテーマはどう問われる、だからどう抑える、これが私の講義の、基本の考え方フレームになりますけども、皆さんもこの視点はぜひ持ってください。理解の目安としてまずどう出るのか、これが分かるかどうかっていうのが非常に重要なんですね。でその上でどう出るから、このテーマはどこを押さえていかなきゃいけないのか、どこを分かってなきゃいけないのか、どこを記憶しなきゃいけないのか、これを明確化しておくんです。でさらに忘れることを前提にテキストに情報をまとめておく、目で見える形で可視化しておくと、ここをきちっとやり込んでいく。できれば全科目やりたいんだけども、なかなかね、マイナー科目のところ、小法とか基礎法学とかね、あるいは基礎知識のところまででそこまで手が回るかっていうと、そこまではちょっと厳しいっていうのは、これは過去の合格者たちも大体一緒なんですよ。ただ一方で主要3科目ともともと言われている憲民行についてはね、これを特に意識しながら基礎養成編を取り組んでていただけると、格段に夏の時期の過ごし方、知識確認にかかる所要時間、これを格段にペースアップできます。でそうすると回転率がぐっと高まるんですよ。で回転率がぐっと高まっていくと一気に知識の定着が図れてきます。でその繰り返しの中で大部分記憶できますから。で最後本当細かいところですよね。例えば時効の起算点、理工地帯の起算点とかね、そういった形でちょっと細々したところを最後部分的に記憶して本番に挑むと、一番理想的なね、受験の流れっていうのが、対策の流れっていうのがこういう流れになりますので、ね、なので、この流れをですね、ぜひイメージ持っておいていただければというふうに思います。であとはですね、この基礎養成編のところできちっと各テーマですね、押さえどころをきちっと皆さん自身がきちっと納得しながら腑に落ちる形で学習取り組んでいけるように、あえてこの日程表ね、ちょっとまた戻りますけども、この1週間の配信する講義時間数、ここをあえて少なめに設定します。この中級アドバンスコースはあえて少なめに設定してるんですね。で多い週でこれ7コマ分なんで 5.5 時間15分なんですよ。
5時間15分。多い週で講義の配信が6時間ないんですね。もちろん5時間15分で言ってもテーマによってはね、多少こう伸びたり、縮んだりってありますけども、あくまで目安ですが、配信の時間数としては、かなり絞ってるんですね。だこれは何でですかっていうと、一つは演習のやり込みです、ね。今年の試験のところで、試験対策のところで、やっぱり講義を聞きながらきちっとですね、問題演習取り扱えてこなかったっていう方多いと思うんですね。でそれをやっちゃうとまたね、同じことに、なる可能性が非常に高い、正直言っちゃうと。なので、問題演習をきちっとやり込む時間、確保してほしいな。でさらに奇襲テーマであったりとか、奇襲の科目ですよね、そういうところの知識確認、ここもきちっとやっぱりある程度やっていった方が、知識が体系的につながってきて、現場思考の問題とかにも対応しやすくなります、格段に。だそういうところでですね、そういう目標を掲げながら、あえてですね、1週間の講義配信時間数を厳選しておりますので、絞っておりますのでね、この日程スケジュールに従ってですね、今後ね、一生懸命1年間ね、頑張っていっていただければというふうに思います。さて、そうしましたらですね、ちょっと時間が来てしまったので、一旦一コマ目はですね、ここで区切っておきたいと思います。では休憩にしましょう。お疲れ様でした。